ユージ。カズキちゃん。夢か。あの時、私なんて書いたんだっけ、うん、ダメ、思い出せない。開けちゃおっかな。あ、やめた。だって読んだら終わっちゃいそうだもん。私の初恋。よく似合ってるよ。カズキばっかりじゃのうて、うちらも見てえな。おお、綺麗ね。うん、みんな可愛いよ。やっぱ花火大会は浴衣でいかだな。カズキちゃんが昔着てたのがあるんだけど、よかったらニーナちゃんも着る？うん、ニーナ浴衣着たい。じゃあちょっと待っててね。あれ、ハグラ君は？彼も花火大会へ行くんでしょ？お兄様なら今必死になって夏休みの宿題に取り込んでます。うん、そうだよね。やっぱり夏休み終盤にやってこそ宿題の醍醐味が味わえるっていうもんだよ。ええんかい、教師がそんなん言うて。2学期までは教師じゃないからね。ゴロチなしは。まだ仲直りできてないのかい？え、あ、まあ。ごちそうさま。いや、なあ、あの、す、何？つまり、なんだ。だから何？だから、この前の、え？何？聞こえない。もういいよ。何よそれ。言いたいことがあったらはっきり言ってよ。もういいって言ってんだろ。何よ。今のは海でのことを謝ろうとしたのではないでしょうか。え？そうね。ユージ君、素直じゃないから。じゃあちょっと彼の様子を見てこようかな。ああ、ダメだ、全然わかんねえ。またふざけてるんだねえ。子供みたいにふざけてばかりいないで、少しは小五郎先生みたいにできないの？あ、はい。いや、頑張ってる。宿題。一応学生だし。まだたくさん残ってるのかい？の、まあね。あ、これってリチャード・ミルズじゃないか。有名だよね、この人。そういえば神楽君ってカメラマン目指してるんだよね。好きなのかい？別に、親父の知り合いだから。そうなんだ。よし、僕も手伝おうかな。あ、いいよ。いいから、いいから。だからいいって、本当にいいから。どれどれ。ああ、なるほど、ここか。一体どうしちまったんだ俺。溶ける、スラスラ溶けるぞ。のほほんとしててもやっぱり教師なんだな。ん？どうかしたのかい？いや、なんでも、うん、そう、カズキって
年上が好みなのかな。じゃーん、よかったやないか。よう似合っとるで。サンキュー千早姉ちゃん。じゃあ行きましょう。そういえば今夜は水道工事で断水なのよね。それじゃあ帰りに銭湯へ寄っていきましょう。思い出すわ、10年前もユージ君たちと一緒に行ったわね、花火大会。へえ。懐かしい。あの時私たち迷子になったんだよね。私覚えてます。後でお父様たちに叱られたんですよね。そうだっけ。そうそう、それであの時マリエちゃんたらさ、急に泣き出しちゃって。覚えてる？なんだよこれ。すごい人出やな。カズキちゃん。こっちです。これじゃあぐれてしまいそうね。うん、手をつないでいきましょう。にゃ、大丈夫だった？カズキちゃん、どうやらはぐれたようですね。うっそー、これじゃ探しようがないね。携帯は上着に入れっぱなしで忘れてきちゃったし。先生。あ、でも大丈夫、行き先は同じなんだから、きっと向こうで会えるよ。そうですよね。それじゃ花火が始まるまで夜店を見て回ろうか。みんなに会えるかもしれないし。はい。あ、ダメだねこりゃ。フォッフォッフォー。なんか小五郎先生って私のユージみたい。ねえ。ユージも小五郎先生みたいになってくれればよかったのに。それ。やあ！マイガー！そもそも、このようなもので水中の魚を救おうとすること自体、無理があります。いや、お嬢ちゃん上手だね。それほどでも。すごいです。一体こんなものでどうやって救ったんでしょう。はい、500万円。はい、毎度。ん？たく、カズキのやつどこ行っちまったんだ。ユージン。ん？おお！驚いた？ちはやちゃん。食べへん？たこ焼き。いや、いいや。そうか。あ、うん。で、カズキは見つかったん？え？いや。どこ行ったんやろな。花火大会始まってまうで。あのさ。ん？町田たちに聞いたんだけど、カズキが忘れられないやつって誰なんだ？ユージ、やっぱり気になるん？あ、いや、別に。あんな、案外近くにおるかもしれんで、その人。あかん、始まってもうたわ。綺麗やな。カズキ。ユージ。まだ来てないみたいだね。もうユージったら
どこ行っちゃったのよ。まあまだ打ち上げまで時間もあるし。それにしても、そんなに神楽くんのことが気になるなんて本当に好きなんだね。違います。それは昔のユージは友達としては好きでしたけど、今は自分の悪いとこ棚にあげて、なんで俺だけ邪険にするんだとか、扱いが不公平だとか。悪いとこって？え？だからそのエッチなとこが。そりゃ思春期の男の子はみんなそうだよ。度が過ぎるんです。全部昔のユージに戻ってほしいとは思わないけど、最近はそれに加えてひねくれっぽくなって。ちょっと座ろうか。思うんだけどさ、神楽くん昔と全然変わってないんじゃないかな。え？もっと言えば、中学の時君が話してくれた彼と同じに見えるけどね。私が話した時？この子ってもしかして和希ちゃんの初恋の相手？え、そんな初恋だなんて。昔よく遊んでた単なるお隣さんですよ。友達としては好きでしたけど。本当に？だってとにかく毎日引っ張り回されっぱなしだったから。私が誰かと遊んでいると強引に割り込んできたり、一緒にご飯食べているとおかず横取りしたり。だからちょっと迷惑だったっていうか。へえ、そんな切ない顔をするほど好きだったんだ。ちゅうか、写真持ち歩いてる時点で好きやろ。だね。違いますって。もうちはや。成長すれば表面的に変わるのは当然だよ。だけど和希ちゃんに構ってほしいところ、和希ちゃんが気になってたまらないところは今も昔も変わってないんじゃないのかな。思春期の男の子が女の子に過剰に興味を持つのはよくあることさ。だけど和希ちゃんにちょっかい出すのは悪気があってのことじゃないよ。悪気がなくてもダメです。だいたいユージは私の嫌がることをして楽しんでるんですよ。そうなのかな。絶対にそうです。そろそろ始まる時間だ。みんなも来てるだろうし行こうか。はい、500万円。はい、毎度。たく、和樹のやつどこ行っちまったんだ。和樹ちゃん、足元を気をつけて。あ、はい。本当、ユージも小五郎先生みたいになってくれれば。カズキ。ユージ。悪かったな、邪魔して。何よ、邪魔してって。隠すなよ。ちはやちゃんから聞いたぞ。お前の忘れられない人ってそこの先生だったんだな。え、ユージ。あ、いった。大丈夫か、カズキ。俺花火はいいや。先風呂行ってるから。ユージ、あらあら、またトラブルの匂いが。なんだか嬉しそうですね。ちょっと千早、私の忘れられない人が小五郎先生ってどういうことなのよ。いや、まさかそう受け取るとは。ごめん、和樹。どうしよう。大丈夫。先生。やあ。いやあ、たまには銭湯もいいもんだね。
どうして先生がここにいるんだよ。断水関係ねえだろ。細かいことは気にしない気にしない。たく、あいたったった。ああ赤くなってる。ほらほら、男の胸に興味ねえっす。さっき和希ちゃんに肘鉄もらっちゃって。ほら、神楽くんも見てたでしょ、僕と和希ちゃんのラブシーン。ほんと危なかったよ。下駄の鼻緒が切れて階段踏み外してさ、抱き止めた時もろにもらっちゃったよ。お、ちょっと焼けた？別に。そういや、和希ちゃんって彼氏いないんだってね。忘れられない人はいるみたいなんだけど。神楽くん、誰だか知ってる？いや。そっか、誰なんだろうね。気になるよね。先生なんじゃねえの、それ。それはありえないよ。だって僕より前に出会った人って聞いてるし。なあ、なんだい？先生ってさ、好きな人いるのか？うおお、知りたい？まあちょっと。そう、じゃあ誰にも言っちゃダメだよ。実はね。うわあ、絶対内緒だから。男と男の約束だからね。おお。わあ、みんな戦闘初めてね。走ったらあかんね。今日は花火大会だからガラガラね。和希ちゃんどうかした？考えてみたら、俺ってこの10年間の和希のこと何にも知らねえんだよな。そっか。でもそんなに過去にこだわることもないんじゃないかな。これからここで楽しい思い出を作ればいいんだし。まあそうなんだけど、大切なのは未来。そこで神楽くんが何をするかだよ。何をするかね。ああそうそう、思い出作りも結構だけど、調子に乗ってエッチなちょっかいを出すのはほどほどにね。が2、3、4。気持ちいいわね。ユージ、先生と喧嘩してなきゃいいんだけど。あんなのスキンシップだっつうの。神楽くんはそうでも、和希ちゃんはそうじゃないんだよ。もう少し和希ちゃんの気持ちを考えてあげること。和希の気持ち？和希ちゃんの言うことにも耳を傾けてあげないと、本気で嫌われちゃうよ。お、本気で嫌われる？俺が和希に？頑張りたまえ、少年。和希の気持ちか。ユウジ、待っててくれたね。ユウジ、鼻緒が切れて先生に助けられたんだってな。まったく和希らしいドジっぷりだぜ。なんですって？もう一度。いったー、ドジやな。大丈夫かい？どうし、え、知るんですか？あまやー、何すんだいきなり。それはこっちのセリフでしょ。何を、あ、和希ちゃんの言うことにも耳を傾けてあげないと、本気で嫌われちゃうよ。そっか、こういうのがいけなかったのか。いい加減学習してください。お前の体が反応してましたね。初めて出会った日だまりのベランダ。
ユージがエッチじゃなくなったの。まさかあのユージンが。次回トナグラ、ユージへの手紙と10年前の記憶。